まず最初に考えたのはシューティングっていう比較的短い時間で遊ぶゲームをどうやってユーザーに楽しんでもらおうと。しかも最近のシューティングゲームっていうジャンルは非常に難易度が高くなってきて、マニアと呼ばれる人たちのためのゲームというようなことになってしまった。心を動かすテクノロジーへ、オーディオ、ビジュアル、コミュニケーション、私たちは新しい地平を目指す。パイオニアであるということ。パイオニア。
ってんだよな。ねえ、小さい頃ってさ、何になりたかった？俺？うん、何？俺さ、うん、スーパーマンになりたかったんだよ。地球の回転止めたりさ、突き壊したり。私と一緒。でもね、私は地球を持って他の銀河系に旅行することなんだ。二人ともパブリックエナミーだね。でさ、どう思ってんの？知りたい？うん、聞きたい。好き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 。これでいい？違うよ、そうじゃなくて。いいじゃん、好きなんだ。俺は日本のヒーローだろ。あ、そっか。一緒に乗れば？いい。ほら、明日遅刻するぞ。じゃあおやすみ。バイバイ。ごめんね。何？おやすみ。日曜日会える？日曜日？今度の？いいよ。じゃあいつものところで。2時は？ちょっと遅くなるかもしれないけど。待ってる、ずっと。ん？じゃあ日曜日。はい。コーヒー。じゃあそれ飲む。私も。あの、どちら様でしたっけ？あれ、愛してるって。待った？ごめん。こんにちは。こんちは。私めぐみ、アキラの恋人。何？そうだよ。私、ほら。ですから、どなたですか？ほら、めぐみだよ。ほら、ね、思い出した？ほらほら、愛し合った仲じゃない。ん？知り合い？知らないよ。あ、この人、愛してるって言わない。やめちゃいだって。だってほら、私の方が可愛いでしょ。知らない人だから。ほりゃ、でもいい。だって思い出すもん。帰る。
天使なんです。気がついたら天使だったの。あんまり相手にすんな。いいじゃん、本当に天使なんだから。天使の知り合いがいるってすごいことだよ。ほら思い出した、アキラ。ほら思い出しちゃいなさいって。よせよ、行こう。行っちゃうの？待ってね。俺たちなんで走ってんの？知らない。ストップ。追っかけてこないよな。いいじゃん、友達でしょ。やめましょう。見えないね。何が？星。流れ星？何も見えないね。ずっと空なんか見てなかったな。子供の頃はもっと見えたような気がするな。ここじゃ見えないよ、周りが明るすぎるから。あ、流れ星。お願いしなきゃ。やっほー。どうしたの？こんにちは。あれ？言わなかったっけ？天使だって。さーて、何から話す？天使なんだ、私。いや、あんなの見せられたら。名前はオーランドなの？めぐみ、わかった？びっくりした？無理もないよな。でもしょうがないよ、だってきっと運命なんだもん。一体あなたは何が目的なんですか？一緒にいられる人を探しているんだ。どういうこと？恋人とかパートナーとか、とにかく一緒にいられる人。それがアキラ？みたいね。どうする？翔子さん、どうするっても。じゃあ決まり、アキラもらっていくね。ちょっと待って待って、わけわかんないよ。思い出すよ、思い出す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 。もう付きまとうのやめてくんない？ああ、せっかく出会えたのにな。どうすんの？翔子さん、ちょっとアキラさんと話させて。うん、彼氏とうまくいってんの？
どうしたの？めぐみは？どうしたの？もしもし？私もいるよ。でもさっきまでいたじゃん。じゃあね。あ、ほらいるんだよめぐみが。今度今日の言い訳聞かせてね。バイバイ。ああ、もう怒らした。いいよもう。よーし、今日は一緒に対策練ろ。ほら、恋人同士のリアルって心配ないって。問題点が違うよ。行こう。どこ？いいとこ。あ、いいか。いいだろ。ほらほら。
Bye.
スイーティー日本直撃飲むスイーティーも出たわ。心を動かすテクノロジー、オーディオ、ビジュアル、コミュニケーション、私たちは新しい地平を目指す。パイオニアであるということ。パイオニア。